特集は今年から始まったふるさとワーキングホリデーです。これ総務省が始めたもので、都会の若者が働きながら地方の仕事や文化を知る機会としてスタートしたものなんです。北海道ではニセコが独自のキャッチフレーズを掲げ、若者を受け入れました。ニセコ、良質のパウダースノーを求めてスキーヤーやスノーボーダーなどが世界各国から集い、今や国際的なリゾートとして注目されています。その環境を利用して今年から新たな取り組みが始まりました。Saturday? So, what is the latest bus to the airport? Latest one is this one. 吉川あやみさん、東京の大学に通う19歳。吉川さんは先月初めて北海道へやってきました。ちょうど1ヶ月前、こんにちは。新千歳空港へやってきたのは吉川さんを含む20歳前後の若者たち38人です。彼らがニセコを目指した訳とは。ニセコには外国人の方がすごい多くいるって聞いてるので、とりあえずとりあえず外国人の方とすごい触れ合って英語力がアップすればいいなって思ってます。英語って言ったら文法だったりとか、そういうものをずっと勉強してきたので、今回はよりコミュニケーション能力というかを身につけたいなというふうに思っています。吉川さんにも狙いがありました。来年そのドイツに留学するので、使う機会があったのであるって聞いたので応募しました。国では今年から都会の学生が休みを利用して地方の生活や文化を働きながら学ぶ国内版のワーキングホリデーを始めました。この事業に合わせて道の後志振興局はニセコ留学という独自のキャッチフレーズを打ち出しました。後志管内の観光客はおよそ88万人。その4割近くがオーストラリアや香港の英語を話す外国人観光客です。その環境を生かして英語を学ぶ場にと考えたのです。現地での滞在費っていうのは国で見ていただけるんですね。費用面でも、海外にこう渡航して留学するよりは非常にメリットあるのかなと思います。ぜひ将来こっちに移住とか就職先として選んでいただけたらありがたいと思います。若者が地方に興味を持ち、人口の都市集中を防ぐ地方創生の狙いもあります。ニセコ・ヒラフエリアの玄関口となるウェルカムセンター。空港から到着する人、帰国する人、大勢の観光客にゲレンデの情報やバスの時間などを伝える吉川さん。いろんな国の人が来てるから、知ってる英語だけど、なんか訛り、それがすごい難しかったです。このプログラムがニセコ留学っていうプログラムで、留学の意味が分かりました。もう国内留学。ニセコ留学に参加したのは日本の大学生だけではありません。ポーランド出身のアドリアンナさん。ありがとうございます。はい、どうぞ。去年から埼玉大学に交換留学生として来日しています。アドリアンナさんは日本人の仕事ぶりを勉強してみたいと関東でアルバイトを探しましたが、見つからずこのプログラムに応募したといいます。外国語が役に立つ仕事ができるなんて、なんかすごく
感謝していますけど、店の人にもなんか、力になって、外国人にもなんかちょっと日本のものを紹介してできて、なんかすごく嬉しいのです。ホスピタリティや観光企業にはすごく興味を持ってるので、少なくともなんか日本 に関係があるなんか会社に、勤めたいと思ってるんですけど。ふるさとワーキングホリデーニセコ留学は、参加する学生はもちろん、受け入れをしている企業にもメリットがあります。ニセコ地区はその有効求人倍率も全国ですごく高くて、なかなか人手確保するのが難しいという部分がありますし、特に季節変動も大きくて、冬場はすごく忙しくて、夏はそうでもないという部分もあるので、短期で例えば冬だけ働いていただくという形もすごく適しているのではないかなと感じています。お疲れ様でした。吉川さんたちが仕事を終えて帰ってきました。ここではニセコ留学に参加している11人が共同生活。食事は自炊です。仕事が終わる時間がそれぞれ違うので、時間の合う人同士で夕食を食べています。せーの、いただきます。いつもと変わらず知りたい。話す話題も触れ合った外国人のこと。たまに結構無理難題系おらん？無理難題、いや無理でしょそれみたいな人。どんなバスが行っちゃったのに、うん、バス止めてとか。すげえ、インフォメーションセンターではなくウェルカムセンターである意識。そう、メイビーとか I'm not sure って言うとあっちが怒っちゃうから、だから分かんないから来てんじゃんみたいな。あ、ニセコ留学でいろいろな経験をした1ヶ月、吉川さんに振り返ってもらいました。思ってた以上に外国だった。ここは英語、日本でこんなに英語使う機会をもらえたことがすごい良かったなと思いました。お母さんもここまで私が英語を使ったり、自分からやる子じゃないと思ってたから、すごい私の成長を喜んでくれて、やってみなきゃ分かんないって、その姿勢を一番身につけられた。なんか本当にいろんなことが経験できるなっていうのと、はい、やっぱ10代のこういう若い方々がそれにこう挑んでいる姿を見るとちょっと羨ましい。正直言ってね、焼けるぐらい羨ましい。本当そう思うんですよ。でもね、これニセコにしてみると、はい、生きた英語を学ぶためにニセコに体験留学しませんかっていうのは、はい、すごいキャッチフレーズだし、ね、売りになると思いますよ。ただ遊びに行くだけでも、ふとした瞬間にこう隣の席の人と話したりってできるじゃないですか。そういう環境にあると思うので、こういうプログラム、環境って本当素晴らしいですよね。1ヶ月間ということで、実はこれ明日が最終日になるんですね。あさってそれぞれが本州に帰るということになるわけなんです。で、道ではですね、今後夏休みや冬休みにもこのニセコ留学を続けていきたいと考えているということです。